皆さんこんにちは。ヴィーガンになって5年目、アメリカ在住のミサキです。最近私の YouTube ではヴィーガンのことをちょっと広めようかなと思っていて、参考に日本人のヴィーガンの YouTuber の方の動画を見ていたんですが、その動画のコメントを見て結構落ち込みました。というのも結構批判的なコメントが多くて、投稿者さんが傷つくようなコメントが多かったです。で、そういう動画を何本か見てちょっと疑問に思ったことがあるので、アメリカ在住から見てなんかおかしいんじゃないって思うところがあるので、ちょっとお話しします。聞いてください。まずはですね、アメリカと日本が違うからこういう反応になるのかなと思うんですけど、まずアメリカの状態をお話ししますと、アメリカってヴィーガンの2世が結構もう活動してるんですね。2世っていうことは、お母さんお父さんがヴィーガンで、生まれた時からヴィーガンで育てられましたっていう人たち、もう10代20代30代になっている人たちが今活躍してるんですよ。スポーツとかでも、あとアスリートの方とかボディビルダーの方とかがヴィーガン2世であったりすることがあるんですね。結構あとは何でもね、需要と供給なので、ヴィーガンの人口がどんどん増えているアメリカとか他の英語圏とかの国では、ファーストフード、なんかマクドナルドとかにも大豆ミートのメニューが取り入れられたりとかしてきています。ちなみにちょっとお話しすれちゃうんですけど、なんでヴィーガンが大豆ミートを食べたいかっていうと、私たちヴィーガンっていうのは基本的にお肉の味が嫌いだからヴィーガンになるんじゃないんですよ。そのお肉を使った料理の味は好きだけれど、そのお肉をコンシュームすることによって健康的に弊害があったりとか、環境問題に問題があったり、動物保護とかの問題があるので、じゃあその味と同じようなものを植物性のもので作れないかって言って開発されたのが大豆ミートなわけです。なので、なんか大豆ミート食べてるんだったら普通のお肉食べればいいじゃんって言われている人もいるんですけど、そういう問題じゃなくて、味をそのままに他のもので代用できないかっていうことをしているわけです。まあそれは置いといて、あとアメリカとかではソイミルク、豆乳とかアーモンドミルクとか、あとオーツ麦のミルク、オートミルクとか、あとはカシューミルクとか、まあいろいろなミルクが開発されていて、そっちの方が、例えばソイミルクだったら、あのプロテインがもっと入っているソイミルクができたりとかねしているので、結構人気が出てきていて、牛乳の会社さんが破産していっています。で、そういう会社さんが他のタイプのミルクを開発するようになってきています。なので、まあなんか今日ちょっといろいろ言いたいことあるんですけど、会社さんがお肉を作ってくれているからお肉を食べるっていうのもあると思うんですけど、私たちの消費者っていうのは結構かなりの力を持っていて、私たちが欲しいといったものを、需要が増えれば供給が増えるわけです。もっとヴィーガンの人が増えてるから、だからそれに応じて会社の人たちがこのヴィーガンに優しいような食品を作ってくださっているわけです。そういうところに私は住んでいて、で、日本の動画を見るとちょっとあれって思うんですよ。私があまり、まあ動画ではこういうふうに言いますけど、わざわざ私は外に出て私はヴィーガンですってこう更新したりすることはないわけです。強いて言う時があるとすれば、レストランとか行った時に店員さんに、ヴィーガンのメニューありますかとかって聞くわけです、ね、周りの友達とかもそれ、私と店員さんが話してるところを聞くんですけど、そう聞いている人たちは基本的には、あ、ヴィーガンなんだ偉いねとか、見習わなきゃって、私もちょっとお肉減らさないとなとかっていうコメントが返ってくるのが結構普通なんですよ。で、私の、主人のアンディのお兄さんの奥さん、まあ私の義理のお姉さんとかも看護師さんなんですけど、あ、ヴィーガン偉いねみたいな、最近やってる人多いよね、健康にもなるしねみたいなことを気軽に話せるんですね。だからみんな少しずつ、なんか自分がヴィーガンではなくてもヴィーガンがそういう選択をしているのかっていうのが結構分かってくれてる人が多いので、理解はしてくださっているんですよ。なのでアメリカの方がちょっと進んでいるのかなって思います。あの Reddit っていうアプリを最近使い始めたんですね。何のアプリかというと、なんか Yahoo 知恵袋じゃないけど、まあスレッドを立てて、そのスレッドについて人と話し合えるようなアプリなんですけど、 Reddit のスレッドがタイトルが、日本のヴィーガンムーブメントは20年遅れているみたいなタイトルのスレッドがあって、それをちょっと読んでたんですね。で、そしたら日本のヴィーガン YouTuber のビデオを見ていた、なんか英語圏の方がスレッドを立てていて、
その日本人の YouTuber さんのビデオのコメント欄がすごいことになってるみたいな、ひどいみたいな、これはすごい誹謗中傷が多いし、なんかバカにされているようだし、みんな日本人の人たちはヴィーガンのこのメリットが分かっていないみたいだ、この投稿者さんもかわいそうだし、日本人の人にもメリットを分かってもらえるように僕たちで協力して、その人の動画のコメント欄に行って英語でいいからコメントしようみたいな、なんか助け合いみたいなスレッドだったんですね。まあそれぐらい海外、まあ英語圏からするとちょっとえみたいなところがありまして、スレッドの中のコメントで見たのは、日本食は伝統的にヴィーガンにすっごく近いのに、なんでこんなに反対されるんだろうねっていう風に聞いてた人がいたんですよ。で私確かにと思って、なんか昔はペスカタリアンだったじゃないですか。ペスカタリアンっていうのは、まあ、お肉は食べないけどお魚は食べるみたいな、大体そんな感じだと思うんですけど、なんかお肉を食べるようになったのって海外からこう影響を受けてからじゃないですか。多分少しは食べてたと思うんですけど、わかんないけど、少しは食べていたとしても、今みたいに焼肉、ハンバーグ、ステーキみたいな、そんな感じの文化ではなかったと思うんです。それは多分海外の文化であって、日本はもともとそうではなかったと思うんですね。私が考える日本がそのヴィーガンムーブメントが遅れている理由っていうのは、まずヴィーガンがどうして体にいいかとか、どうして環境保護の役に立つのかっていう情報が英語でしかあんまり発信されていないことが原因だと思うんですよ。日本語って日本人しか喋らないから、日本語で喋っている限り日本人の中のコミュニティにいるわけですよ。ただ英語で喋っているとレディットとかもそうですけど、アメリカ人と喋っているのか、イギリス人と喋っているのか、他のどこかのなんか南アフリカの人かもしれないし、ヨーロッパの人かもしれないし、スカンディナビアの人かもしれないし、わかんないんです。だけど一般の人がこうわーってこう一緒に喋れるから、情報が回りやすいんですね。例えばなんかアメリカでこういう研究が発表されましたって言ったら、うわーってに世界に広がるんですよ。それが日本はちょっと遅れてしまうんです。英語と日本語が喋れる誰かがこう丁寧に訳してくれないと、日本の社会には浸透していかないんですね。まあ、何度も言うんですけど、もう科学的にヴィーガンは体にいいんですよっていうことが何度も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 研究で発表されている、証明されているからこそ、 WHO が肉食を減らしましょうとか、カナダとかイギリスとかではもう政府単位で政府が呼びかけて食肉を削減しましょうみたいな、イギリスでは10年以内に 30% 食肉を減らしましょうっていうのを政府が言ってるんですよ。で政府が動くってことは、それだけ証明があるってことじゃないですか。ここの動画でもいつかちゃんと数値とか出してお話しします。アメリカのカリフォルニアの州知事は病院食でヴィーガン食を出しますっていうのをサインしましたし、オスカーとかかな、オスカーとかは来てくれたゲストに出す料理はヴィーガンっていうふうにもう決まっていたりとかねします。でもそれにつながった研究は英語だから、日本人の耳にはなかなか入らないっていうのがあると思うんです。だから日本の YouTuber さんの動画とかを見てて、ヴィーガンを論破できるのでやってみたみたいな動画があって、いやそういうことじゃないんだってと思って、なんか動物保護とかね、例えば人間はもともとお肉を食べていたんだとか、そういうことってモラルというか、なんかちょっと口論しやすいトピックだと思うんですよ。だから私はそういうところはあんまり押したくなくて、そうじゃなくてもなんか証明されていることをお伝えしたいんですよ。今度ちゃんとまとめてお話ししますね。ちょっと今日はね、なんかちょっと悲しい気持ちがあるので、それを出そうかなと思って、あともう一つなんか思ったのが、ヴィーガンとかプラントベースの人たちって、アメリカとかでは2世の人とかいるけど、そうじゃなくて日本でヴィーガンやってる人って基本的には最初なんていうの、1世で合ってますかの人だと思うんですよ。もともと自分は肉食というか、まあ雑食で育ってきて、普通に給食とかでもお肉とか食べてたし、大人になってもお肉とか食べてたけれども、いつかある時疑問を持って、それで自分の実感を使って、自分の労力を使ってヴィーガンについて調べて、それがどうして体にいいのか、それがどうして環境にいいのか、それで本当に栄養的に大丈夫なのかっていうのをとことん調べて納得した人がヴィーガンとかプラントベースやってると思うんですよ。なんか肉食を減らすっていうのも大変だったと思うんですよ。でそういう努力をしてきた人たちに対して、何の調べもしていない人たちが誹謗中傷みたいなことで、うわ変な人がいるみたいな感じでコメントするのはどうなのかなと思うんです。
かアメリカにいるからかもしれないですけど、違った意見の人に対してこう出る釘が打たれるみたいな文化が日本はあるなっていうのがすごく旗から見ていて結構見えていて、なんか意見が違う人がいたらその人はどうしてそういう意見になったのかなとかって考えて、あ、そうなんだって、自分と意見が違ってもそれで受け入れればいいと思うんですよ。多分そういう風にアメリカはね、特に人種が多いんでそういう風に考える人が多いんだと思うんですけど、なんか例えばさ、え、お肉食べないって言ったけど植物も感情があったらどうするのとか、なんかそういうのってさ調べればすぐわかるじゃないですか。センチュラルナーバスシステムっていう、日本語は何だろう、神経が植物にはないっていうのだけちょっと考えればわかるし、植物にそういう感覚とか感情があったとしてもお肉を作るために使われている穀物とかそういう植物はもうものすごい数なわけです。お肉を例えば 100g 食べるのに対してそれを作るために使われたお水とか穀物とかの量に比べたらぐっと少ない数の植物を食べているわけですよ。伝わりますか？伝わるかな？ちょっと調べたらすぐに分かることが多いんです。それを変なこと言ってる人だって言ってこうわーっと書いちゃうのはなんでかなって、なんかすごい悲しいんですよ。日本人として、日本人ってすごく優しいじゃないですか。基本的に優しくて礼儀正しくてすごいいい人たちなんですよ。なんかみんな海外から来た人たちとか日本に来た外国人の人たちってみんなそんなこと話すし、日本人はすごく優しかったっていう、なのにオンラインでこんなに、なんでこんなひどいバッシングするんだろうってちょっと私は不思議で、不思議というかちょっと日本人としてちょっと悲しい。考えてみればアメリカ人というのはなんかピッツァとかホットドッグとか、あと何、ポテチとかハンバーガーとかステーキとかそういう食べ物を食べてきた人でしょ。そういう人たちがヴィーガンになるのってすっごい大変だと思うんですよ。もともとすごい肉食だし、私なんてテキサスに住んでますから、もうバーベキューバーベキューっていう州ですよ。そういう人たちがヴィーガンになるのに比べて、まあ、日本食というのはもともとほぼヴィーガンみたいな感じじゃないですか。だってご飯でしょ、納豆でしょ、お味噌汁、まあ、お豆腐とかわかめとかほうれん草のおひたしとか、あと私あんまりちょっと日本食が詳しくないのでわからないんですけど、でもアメリカのご飯とかと比べたらちょっと変わればすぐヴィーガンですよ。ほんとちょっと変わればすぐヴィーガンなの。なのになんでこんなにバッシング受けてるんだろうねかわいそう。頑張れ日本のヴィーガンの人たち、応援してますよ。すぐに時代はついてきます。そうだからこそね、日本人はそういう生活をしてきたからこそなんか平均寿命も長かったんだろうし、おじいちゃんおばあちゃんになっても元気で畑仕事ができたりとか毎日お散歩に行けたりとか、そういう元気なおじいちゃんおばあちゃんが多かったと思うし、なのでなんかヴィーガンっていう言葉がちょっとなんか宗教的に聞こえちゃうのかもしれないし、なんか変な人たちって思われちゃうのかもしれないんですけど、なんか抵抗持たれちゃうかもしれないけど、変な人じゃなくて少しでもちょっとオープン前にちょっともう少し視野を広くしてもらえたら理解が深まるんじゃないかなって思います。何でもいいんですよ。理由は環境問題でもいいし、体の健康でもいいし、がんを予防する、病気を予防する、美容とかね、長生きとか肌とか、まあ一緒か、それは体力を向上するとか、スポーツでいい成績を残したいとか、動物保護とか、まあ、いろいろ理由はありますけど、そういう理由があるんだなっていうのをね、分かってもらえたら嬉しいです。はい、先ほども言いましたが日本語ではやっぱり情報が少ないので、私もちょっと時間があるときにこう情報をまとめて綺麗にまとめて動画にできたらいいなと思っていますが、何か私でできることがあればコメントでもお答えしますので、ぜひぜひご連絡ください。なんか長くなってしまってすみません。最後までご視聴くださり本当にありがとうございました。 Thank you so much for watching. I hope you learned something. I hope you have a really good day. I'll see you guys in the next video. Bye.